28歳一児の母、旦那との関係がうまくいきません。話し合いたくても自分の気持ちを言葉にできないと言って応じてくれず、提案した解決策に納得いかなくても代替案を出すなどしてくれません。精神的に疲弊してきており、離婚も考えています。子供を育てるだけの収入はあるので、自分の幸せを大切にしたいと思っています。 LINE とかメールとかテキストでやり取りするようにしてください。口頭で言う場合って、そのリアルタイムで反応しなきゃいけないし、疲れてるとかやりたくないっていうのがあるので、テキストで、じゃあこれ1日経ったけど返事まだとかって、返事は1日来てませんっていうのは口頭で言ってもいいと思うんですけど、やり取り自体はテキストとか文章でやるっていう癖をした方が、つけた方がもうちょっと進展するんじゃないでしょうか。